こんばんは。時刻は17時を回りました。11月3日木曜日、ウェザーニュースライブイブニングのお時間です。この時間の担当は檜山沙耶です。3時間どうぞよろしくお願いいたします。引き続き生放送で最新気象情報をお送りしていきます。今日は祝日、文化の日ですね。お仕事お休みの方も多いのではないでしょうか。ゆっくりできましたか？西日本、東日本のエリアではよく晴れて穏やかな天気となっています。ストライプおさやとコメントありがとうございます。いきなり何のコメントが来るかと思いましたよ。先ほどのリエナちゃんとのクロストーク楽しかったですね。みかんの皮むきの仕方から始まり、あとは今日落ち葉の鉛筆作りといったものがトピックスでも載っていましたけれども、各キャスターごとに作っていたということです。手元にも残ってまして、この鉛筆鉛筆って言っていいのかわからないですけど、鉛筆なんですか、これ鉛筆なんですよね、一応ね。でこれはなんかガムテープ貼ってあって、養生テープですね。これ山口さん作なんですって。山口さんの方がまだ鉛筆感あります。ここ色が変わってる、やめてあげてって。これですよね。ちょっとこう養生テープがある、こう最適な鉛筆ですね。これがユッキーですか、もしかして。あ、確かにここ鉛筆ですもんね。言われてみるとといった感じですかね。これが噂の鉛筆と。でもなかなかこれって難しいんじゃないですか。だって放送中にやるんですもんね。この落ち葉から作ったということですけれども、皆さんも、あ、クレパスみたいとありましたよね、懐かしい。まあ、ぜひお時間に余裕のある方いらっしゃいましたら楽しんでみてもいいかもしれません。確かに山口さんのはちょっと筆っぽいんでしょうかね。幕張の落ち葉を拾ってきたんですか。いや、いい文化の日ですね。文化の日ぴったりじゃないですか。文化の日というと皆さん何を思い浮かべますか。私はお帰りメールで書かせていただきましたけれども、私たちが楽しみながら作ったものとか歴史的なものを言いますけれども、確かにこう落ち葉から何かを一から作るっていうのはある意味文化なのかもしれないです ね。文化というと幅広いイメージがあって、私もびっくりしてしまいますけれども、今日は文化の日ということで皆さんにも好きな文化について伺っておりました。ぜひ好きな日本食ですとか和食、洋食、好きなお洋服のスタイルなども教えていただければと思います。この時間もよろしくお願いいたします。まずはですね